一番最初の東雲堂さんの始まりについて、にわかせんべいが出て39年の明治39年ですね、はい、ですけどその前はどうもおまんじゅう屋さんしてたみたいで、そのおまんじゅうがやっぱりあの冬場とか硬くなるじゃないですか、はいはい、それであこれじゃ困るねみたいな時にちょうど大阪かどっかで菓子博じゃないけどなんかそういう博覧会みたいなのがあって、はい、神戸かな、はい、それで帰ってくる時に大阪でああいうおせんべいと出会ったみたいです。あ、大阪にはもうすでにあったんですね。大阪にはあったみたいですね。それでああいう乾き物のおせんべいに、はい、卵せんべいに出会って、あこれならいいねっていうことで、ちょうど二代目さんが友太郎って言うんですけど、はい、喜七友太郎ですけど、はい、友太郎さんが、はい、あのにわかをすごくしてたんですよ。博多にわかを、博多にわかを、ご趣味で、そうです、それでこの形を使ったみたいですよ。やはりこういうこれは焼き焼きんですね、焼きんですね、こうやってあのもう焼きんがちゃんとできてるんですけどね。これまた違う形の博多にわかの、あと本当炭であの手焼きの頃は職人さんは大変だったと思いますよ。こういうのをあのひっくり返しひっくり返し焼いてたわけですから、はい、あすごい、あ裏にこういうちゃんと焼き印があり、表ににわかのお面があり、こういうので一枚一枚挟んで、そうです、一枚一枚挟んでですから、かなりの、これですね、これはそうです、かなりの重量がありますしね、あの炭でしかも焼いてたわけでしょ、はい、こうやってひっくり返しながら、はい、大変だった、大変だったと思いますよ。明治43年、博多にふさわしい土産品はないかと先々代、喜七さんと申すんですか、はい、喜七さん、先代友太郎さんが考えまして、郷土芸能の博多にわかの面をかたどったせんべいを、発売いたしましたと。当時、着想が終末で面白いと、大変な好評を得ましたが、その後も伝統を守ってせんべい製造に、懸命に努力しておりますと。ご主人からですね、そのこの東雲堂という会社をですね、もう100年も歴史のある会社のですね、あの後を継がれる時のですね、いきさつなんかについてちょっとお話しいただける範囲で聞かせていただいてよろしいでしょうか。うん、はい、何分にも突然のね、亡くなり方だったんで。ご病気で。そうです、膵臓癌でしたからね、はい、2ヶ月なかったですからね。今も高木社長は常にこの白衣といいますか、割烹着といいますか、着てらしてその工場に入ってらっしゃる、はい、ということなんですが、今日常的にはどういうふうな動きというかですね、あの社長業と現場のお仕事とももろもろだと思いますが、うん、そのあたりについてぜひ聞かせていただけますか。一日に一回工場に絶対に入る、それはもう何かね、おせんべい扱わないと始まらないんですよ、はい、かわいいですよ、かわいいですよ、かわいいです。そしてこれが北海道から、はい、ね、沖縄とかもあらゆるところからお手紙もらったりすると嬉しいんですよね、先代からの、先代からその前の代からね、働いてる人もまだおりますから、そのこと方たちが残してくれた財産でしょうね、こういう人っていうのが。私以上に長く働いてくれてる職人さんたちばっかりですから、うん、何分にも朝は7時40分からでしょ、職人が、女性が8時からですからね、これを毎日続けてしてくださるってことはね、うん、ありがたいです。そして本当に一人では何にもできない、やはりこの人たちがいてくれる、この人たちが本当に宝ですよね、もう初代の時からずっとこれですね、あの初代の時にもあらゆるこの形、この絵、はい、っていうのかな、いろんなのが作られてましたね。おじいちゃんの顔だとか、おばあちゃんの顔だとか、あこの顔がですね、うん、この顔がね、だからもうほとんど手を加えることなく
できてましたね。そうなんですね。じゃあもう明治の時代からほとんど変わったち変わらずに、ね、今の時代に来てますね、すごいですよね。すごいですね。自分でもすごいなと思います。いや本当にすごいですね、でも形を変えないためにはですね、いろんなその努力というかですね、むしろ変わらないためにその何かその努力されてくることがたくさんあったんじゃないかなと思うんですが、想像するんですけれども、ごまかさず、もう真面目に、もう正直に歩くことでしょうね。真面目に正直にごまかさず、まずごまかさず、原材料にしろ配分にしたって、配分にしろ、卵と小麦粉、そうですね、このシンプルなこの原材料を3つだけで、あとはもう地粉ですよね。地粉、あの土地の、はい、うちは筑後の粉ですから。筑後から取り寄せていらっしゃるんですか、もうそれはもうそれもずっと100年変わらず、それも先代からの教えなんですか。そうですね、ずっとそれは正直に来られたようですよ。なるほど。にわかせんぺいさんというと、あの大変有名なもう70年代から流れている CM がですね、あの CM っていうのはそもそもどういう経緯でできたというふうになんか聞かれていますでしょうか。皆さんもあの子が随分大きくなったでしょうってほとんど言われますけどね、確かにもう40超えてるでしょうね、あのこれは善治って言われて、あの善治君と言われたあの子ですよね、あの子はモデルだったんですか。あの子はもう東京から連れてきたお子さんで、あのもう探してもわからないですね。あ、そうですか。で怒られっ子の方、怒られっ子の方は、あのこっちの RKB 関係の方で、周遊館から京大行って、一級建築士になってらっしゃいます、そちらはわかるんですよ。ごめんって謝ってる子はわからないですよ、投票で。でこっちの子は、そうそうは、あの一級建築士になってらっしゃる、一級建築士になってます、で北川さんってお母さんもまだ元気にお若くお仕事してらっしゃいます。コラゼンジーっていう、はい、そうですか。すごく福岡にいらっしゃるんですか。いらっしゃいます、豊かな時代ではありますけども、やはり自分に合う身の丈に合った生活と、何分にもコツコツと真面目に生きていってほしいなっていうのが私のメッセージです。ありがとうございます。ありがとうございました。高井社長、本日はお忙しいところ。